はい、どうも東京トニーです。今回はとりあえずスプラトゥーン3発売記念ということでインクリングを書いてみたという、書き方講座をやっていこうと思うんでよろしくお願いします。最初ね、あの下手くそだった俺がどこまでこう何かを掴んで書けるようになったかっていうのもぜひ注目してみてもらえるとありがたいです。ではどうぞ。はい、というわけでね、作画パート入ります。で、とりあえず丁寧に書いても多分中だるみにちょっとみんな飽きちゃうと思うから、今回は、とりあえずざっくばらんにね、書いていこうと思います。まず丸書く、丸。基本は何事もね、丸なんで、こんな感じで、適当に。で、これ大体、半分ぐらいかな。こう引いてきて、ここよりも下ら辺に目を書くと。で、目の書き方なんだけど、インクリングっていうキャラなんかよくさ、縁取ってるっていうのが印象的だと思うんだけど、なんかこう、こんな感じであって。で、なんか目がさ、こんな感じであって、みたいな。こんな感じだと思うんだけど、あんまこれ気にしなくていいです、実は。目、今回描くときなんだけど、まず、上、こうやって。なんかこう、こんな感じ、適当に。で、片方もなんか適当にこんな感じ。とりあえず適当にね。で、この部分を最後につなげてあげる。で、ここを黒く塗る。で、OK です。で、これは後でちょっと説明していくんだけど。で、ここでインクリングの目っていうのは丸い。瞳はね。ここで瞳をなんか長方形調にしちゃうとこれダメなんで、丸くしてこんな感じでね、この黒目を塗ってあげる、イメージとして。で、これ例えばなんかこういう細いキャラとかでも一緒、こう細く描いてこう描いて後からつなげてあげる。で、もし気になるようであれば後からこんな感じで黒く塗る。こんな感じでね。で、とりあえずそれで、適当に書きます。で、こうね。で、鼻の描き方。鼻の描き方は、もうこのキャラ、結構立体的。3D だから当然なんだけど、普通の人間だとさ、なんかこんな感じであって、この部分がこう側面で、ここが真正面でみたいな感じで、で、この鼻筋が目につながってるみたいなのが一応立体的な目の鼻の描き方なんだけど、で、この鼻描くときとかでも、情報の取捨選択って言って、どこ描くのかっていうことが結構重要になってくる。例えば、この上の部分は描かないよっていうのと、この下の部分は描く、シルエットは描く、影だけを描くみたいな、そういう取捨選択があって、で、今回はインクリング、この花全部省きます、バツ。で、そしたら花ってどうやって表現するのかっていうと、この花の下のね、この部分、この部分っていうのは影ができるから、この部分に影だけ描いてあげる。大体こんな感じだよね。こんな感じで描いてきゃトレースレっぽくなる。で、インクリングの口なんだけど、結構この子唇薄いんだよね。薄い。だから唇を薄めに。そうだな。こんな感じで。で、こんな感じで、なんか目描いてあげて、で、この部分を黒く塗る。で、次に眉毛。眉毛大体このキャラで三角形みたいな感じで、こんな感じでイメージしてもらえると分かりやすいかな。で、目描くときの比率なんだけど、ここを1としたときに、ここがちょっと狭めになるように、ここのね、この黒い部分か。ちょっと狭め、キュッて。目1個分じゃなくて、目がちょうど1、1であるとしたら、1、1であるとしたら、こうやって、
まあ、0.8 ぐらいかな俺の感覚で。次髪の毛、髪の毛描くときなんだけど、このキャラって髪が立体的なんだけど、こんな感じで、こんな感じでね、まあ、とりあえず適当に前髪を結構パッツンにした方がそれっぽく見えるから、こんな感じで描いてほしい。こんな感じで前髪描くときなんだけど、こうやって立体的な感じの表現をぜひ覚えてほしいなという。こうやってやるとね、インクリングっぽさっていうのがすごい出てくるから、まあどこが立体なのかっていうこともちょっと教えてくると大変だからあれだけど、まあとりあえず側面が見えてやそれっぽく見えるよっていう。で次に耳、なんかもみあげをねこんな感じで描いてあげて、こんな感じで、でもみあげのこの部分に丸を描く、丸を描く。で次耳か、もみあげ描いて耳、耳は三角調のやつをこんな感じで描いておけばいい。こんな感じで、で最後に適当にこうやって後ろ側に、まあ後ろっていうほど後ろじゃないをこんな感じで適当に描いてあげたら、インクリングの完成です。まあこれもうちょっとブラッシュアップして、まあもっと綺麗に描いていこうと思うんで、よろしくお願いします。はい、というわけでね、今回インクリングの、まあ、雑な講座、まあ大体こんな感じに描くんだよっていうのをやってったんだけども、まあ今後、まあ、もう少し詳しく細かく補足しながら教えていきたいんでお願いします。このインクリングっていうキャラとにかく難しくて、まあイカとタコでね目つき違うんだけど、イカの方っていうのは目つきがちょっと難しいんだけど、タコっていうのは楽になるの。でもその代わりタコっていうのは髪の毛の難易度がガーンと跳ね上がる。俺とかでも教え変えてって言われたら、まあちょっと嫌だなっていう感じになる。まあちょっとではないか、結構嫌だな。まあそのぐらい難しいので、ちょっとね今後細かく切り刻んで教えていきたいと思います。それじゃあね、この講座がいいなと思った方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。またねー。